はい、どうも、さきです。ちょっと、まあ、怒ってるというか、まあ、厳密にはちょっと残念に思ってるというか、はい。まあ、そういう出来事がありまして、まあ、何があったのかというとですね、LINE ニュース、はい、ある日見てて、とある記事を見つけたんですよ。もしかしたらあなたも見たかもしれませんけれども、まあ、声優というね、スーパーありますよね。そこで、お米をね、まあ、普段から販売してると思うんですけれども、新たにですね、台湾のお米を販売することになりましたと。まあ、地域限定一部のところでということなんですけれども、まあ、そこはね、日本の国産のお米よりも安いと。はい。まあ、2割ぐらい安いんかな、平均。っていうような価格で販売をするっていうね、そういうことになりましたっていうね、こうニュースを見たときに、うわぁ、っていうふうに思っちゃったんですね。はい。っていうのも、日本人なら、日本のお米食べようぜって思っちゃったんですね。はい。まあ偉そうに言っておりますけど、もしかしたら僕はね、こうお米作る側の人間でも一部あるからかもしれません。はい。まあ日頃ね、こう認知症状改善のこうリハビリの提供もしてますけど、その方割で、うちの会社でね、こうやってる田んぼ畑の、まあこう農作業ですよ。はい。まあやっているところもあるからかもしれません。まあ言っても僕はまだ、そんな農作業始めて、はい。会社としてはもう何年も経ちますけど、僕としてはまだ1年目のペーペーもペーペーなので、まあちょっと偉そうなこともあんまり言えない。とは思うんですけれども、それでもね、思ってしまったんですね。やっぱり日本人なら日本のお米を食べるべきだと思いませんかというふうに思っちゃったんです。はい。まあ、僕がね、こう、社員研修でこう、受けさせてもらっている、はい。まあ、定期的に教えてくださっている先生も言ってくれてたわけです。日本人がお米を食べる意味ってめちゃめちゃありますからね、と。日本人がお米を食べる意味、ね。これすごくあるんですよ、と。米ってあるじゃないですか、漢字で。はい、米という漢字ありますよね。あれは意味があって、そのお米っていうのはですね、すごいエネルギーを持ってるんだと。そのお米の持つエネルギーを四方八方に拡散するっていうね、そういう役割が米にあるんだよっていうね、まあそういう、形で米という漢字があるんだというふうに言ってくれたんです。だから日本人が主食としてお米を食べる。で、それによって日本人が元気になる。その元気になったエネルギーを世界各国に拡散すると。そういったね、ことを。が、まあ、日本人としてもそうですし、お米としてのこう役割として、よく役割があるんだよっていうことをね、教えてくれてたわけです。そうなんかと。だから日頃からね、日本人がお米を食べる主食として、白ご飯食べるのはすごく大事で、意味のあることなんだなっていうふうにこうね、僕は以前教わったことがあるわけです。だからね、今回のニュース見たときに、繰り返すけど、やっぱり日本人は日本のお米じゃないっていうふうに思ったわけですね。はい。まあ、ただ、その声優さんに対してなんかこうどうこうアンチだとか、そんなことは言いたいわけでもなくて、はい。じゃあその、なんでしょうね。そういうことが言いたいわけじゃないんですよ。だって気持ちもわかるし。ちょっと前までお米めちゃめちゃ高いとかね、米騒動だとか、何、5キロのお米が5000円で転売されてるとか、なんかそんなのもあったじゃないですか。はい。それはそれでどうなんっていうふうにも思うわけなんですけれども、でもね、やっぱり毎日食べるものだからこそ、やっぱりね、ちょっとそこは安いものに行きたいという人の気持ちもわからん。わからんでもないというかね、そうですよねっていうところもあるわけですよ。はい。まあ実際に農家さんも少なくなってきてて、やっぱりその辺生産者さんもね、こう減ってきてるというところも、まああるんだと思います。だからね、こういうことが起こるのも、まあ、全否定できないよねっていうところもあるんですけども、それでもね、やっぱり譲れんところはあるんじゃないかなというふうにね、思うわけです。まあ僕も決してお金持ちというわけでは、まあありませんけれども、やっぱお米はせめて国産のものを、はい、食べていたいなというふうに思うわけですよね。で、僕、まあ、最初にも言いましたけど、作る側としてもですね、やっぱりこう、やっぱりもっとお米たくさん作っていかなきゃいけないと思いますし、そういうのは今回のことを思ってですね、はい、たくさんもっと作っていかなきゃいけない。来年はね、新しく借りさせてもらえる農地もね、ありがたいことにこう増えてきている。もっともっとたくさんのお米を作ることで、もっともっとね、それこそ日本のお米をね、食べてもらえる機会をね、増やすことができる。それが、まあ、結局、僕らが、こう、日々ね、テーマにしている認知症の方、認知症っていうものにとっても、好影響を与えるように、認知症の方がそのご飯ね、エネルギーのいっぱい詰まったお米をいっぱい食べてもらうことによって、それによってね、こう、認知症状もね、好影響がいってくれたりとか、そんな風にもね、なれるなら、頑張って米作らなきゃ、という風に、まあ、思うんですけれどもね。はい。いかんせん、ちょっと今回のニュースはすごく残念に思ってしまったな、というのがね、僕の個人的な意見というところです。はい。まあ、あなたは、そのニュース、まあ、記事見ましたかね、見たとしたらどう思ったでしょうか。まあ、ちょっとコメントでもいただけると嬉しいなというふうに思います。まあ、結論、僕は、まあ、認知症状のこうリハビリも日々頑張っていくけども、はい、来シーズンもっとめっちゃ米作るぞっていうふうに思ったという、まあ、そんな話でした。はい、今日の内容は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また動画更新します。さよなら。